どうもこんばんは、中野敦史です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6、ロト7予想数字発表したいと思います。まずはロト7、一口目。一つ目が11、二つ目が13、三つ目が17、四つ目が18、五つ目が21、六個目が22で、最後の数字が37です。続いて二口目。一つ目が1、二つ目が3、三つ目が4、4つ目が21、5つ目が22、6個目が31で、最後の数字が37です。続いてロト6、一口目。1つ目が3、2つ目が15、3つ目が18、4つ目が19、5つ目が25、6個目が39です。続いて2口目。1つ目が3、2つ目が6、3つ目が21、4つ目が25、5つ目が34で、最後の数字が39です。これで、いきたいと思います。まずは明日か、明日のロト6。ここ最近やっぱ当選が遠のいてるから、まあ当選できると信じて結果待とうかなと思います。ロト6、40番台入れるかどうか迷ってんけど、ただ前回30番台、30番台出てないから、2つ入れました。それで40番台今回はなしで予想しました。まあ出る可能性もあるねんけど、正直ちょっと悩んだかな。40番台どうしようかっていうので結構悩んでんけど、今回は40番台なしで勝負したいと思います。ロト7はそうやな、一口目は10番台多くて、二口目は一桁か多めに予想しました。それでは今日はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。